皆さんこんにちは。リプシャツ信本夏代と申します。もしがんになりそうにない人選手権っていうのがあったとしたら、私は必ずトップ10に入るんじゃないかというほど健康、アクティブ、ポジティブ、この3拍子が揃った人間です。2004年に、起業して以来ですね、戦略コンサルティングのアスパイアインテリジェンス、そしてプレゼンスピーチの、ブレイクスルースピーキングという会社をやってきました。そして2004年、起業したのと同じ年に競技ラテンダンスの選手としてもデビューをしております。大学時代にはミュージカルをやってきましたので、自称歌って踊れるコンサルタントエンターテインメントのご用件はどうぞという感じなんですけれども、今でも週に4回は最低でも、ダンスかジムかヨガか、何かやってるという、もう至って健康、アクティブ、ポジティブ、そしてがん、のファミリーヒストリーも一切なく、遺伝子検査、先ほどお話が出た遺伝子検査も全くネガティブでした。そんな私のところに乳がんが突然に、やってきました。病は気からということわざがありますけれども、今日はそのことわざをちょっと再定義してみたいと思います。去年の2017年の1月の30日だったんですが、普通に毎年のマンモグラフィーの定期検診に行ったところ、石灰化が見えると言われました。で、石灰化自体は悪いことではないんです、そうなんですけれども、それが私の場合こう線状になって見えている、つまり乳腺に沿って石灰化が見えているという状態でした。でしたので、再検査を進めていただいて、生検、バイオプシーですねをしました。で、このバイオプシー、このなんか大層なこう機械みたいなの上にですね、こううつ伏せに乗っかって穴に胸を入れて麻酔をされて、結構な音がするバチッっていうもので、こうあの針を支えて組織を取って、それを検査するというものだったんですけれども、ちょっと 2,3 日痛かったですけれども、すぐにそれを回復しました。で、その結果、先ほども話に出た、Atypical Hyperplasia、 異形成ですかね、異形成というふうに診断されました。で、その日担当してくださったのが、シナビル先生と同じ NYU のレントゲン科のチーフでいらっしゃったドクター・トスという方です。で、ドクター・トスは普段 ものすごく気さくな方で、もうなんかいろんなあの世間話なんかをしながらですね、お話をしてくださるんですけれども、その先生がこういうふうにおっしゃいました。食パンを想像してみてください。四つ切りの厚切りパンと16切りの薄切りパンとでは見えてくるものが違うでしょ。今の整形の結果の状態は四つ切りパンの状態なんです。それを16切りパンにしてちょっと見てみましょう。そういうふうにおっしゃって、整形の結果を突き返してやり直しをさせました。そして1週間後の、2017年2月の6日、その日はすごく大雪で、今年もたくさん雪が降りましたけれども、ものすごい大雪で、当時5歳だった私の娘の学校も休校になっていたので、もうまさにこれからそり遊びに行こうというタイミングで私の携帯が鳴りました。でもう娘に手を引っ張られながら携帯に出て、そしたらドクタートスが自ら電話で、ご連絡をくださってました。ドクタートスはその日はいろんな世間話なんかをせずに、もう穏やかな声のトーンだったんですけれども、単刀直入におっしゃいました。16切りパンからがんが見つかりました。でも幸いなことにステージ0なので転移はしていません。でもがん細胞が全体に散らばっているので全摘を進めます。そこまで聞いて私の思考はストップしました。がん全摘、がん全摘、がん全摘、その2文字だけが頭の中をぐる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 回って、もう病は気からっていうのは嘘だなと思いました。もしそれが本当だったら、誰よりも元気で、誰よりもアクティブで、誰よりもポジティブな私ががんになんかなるはずがない。しこりも痛みも何の症状もなかったんです。それなのにがんとか全摘とかも全然意味がわからないと思いました。がん全摘、がん全摘、その思考のぐるぐるが止まったのが、もうすぐ横にいた私の娘の声が耳に入ってきた。ママ早くそり遊び行こうよ。がん全摘、そり
そこでようやくぐるぐるが止まって、一番最初に思ったことは、この子に絶対に怖い思いをさせたくない、ここで絶対に私は取り乱しちゃいけないんだ、そう思って込み上げてくる飲み込まれそうなこの負の感情をギュッと押し込めて、ギュッとしっかり蓋をして残ってる元気をかき集めて言いました。よし、じゃあママ電話終わったからそういう遊びに行こう。そしてお友達も誘って雪の中でいっぱい遊んで、その後ホットチョコレートを飲んで夕方遅くに帰宅をしました。で、皆さんもなんか辛いことがあって感情を押し殺さなきゃいけない時ってありますよね。で、そういう時蓋をするんだけれども、どっかの時点でその蓋って開いてしまうんですよね。その日の夜、夕飯を終わった後に私と娘のリナがおソファに座ってテレビを見てました。で、娘はもう笑い転げてたんですけれども、私は窓の外をぼーっと見ていて、うちのアパートはイーストリバーに沿っているので、窓から見える夜景は真っ黒な空と真っ黒な川と、辺り一面に見えるビルのライト、車のライト、すごく綺麗な景色なんです。でもその日は真っ黒全体に散りばめられるライトが胸全体に散らばるがん細胞に見えちゃったんですね。それを思った時に、せっかくしっかりと蓋をしたはずだったのに、負の感情がどん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 湧き上がってきてしまいました。もうダメ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 、もうリナが横にいるからもう絶対にダメだ、一生懸命押し込そうとしたんですけれども、もうパントラの箱は開いてしまいました。どん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 涙が出てきて、でリナがびっくり、最初びっくりして、ママ痛いの？聞いたんですけれども、その時に私が言えたたった二言が、痛くない、リナ大好きだよ、それだけでした。そしたらリナがスーッと立ってティッシュを取りに行って、とことこ戻ってきて涙を拭いてくれたんです。そして私の顔を覗き込んでニコッと笑って言ったんです。リナもリナのこと好き。なんか力が抜けたように私は笑ってしまって、その時にそれまで何か背負っていた硬くて重い氷みたいなものがスーッと溶けていくような気持ちになりました。泣きたければ泣けばいいんじゃないか、辛かったら話せばいいし、助けが必要だったら助けを求めればいい、そんな簡単なことだったんです。でもそれを一生懸命必死に押し殺そうとして、我慢しようとして、強くなろうとして、そういった気持ちが病は気からになってしまうと思うんです。でも私のたった5歳の娘が、私が泣いていたら笑わせてくれる、私が笑っていたら一緒に笑ってくれる、だからそのままでいいじゃないか、前を向いてればそれでいいんじゃないか、そういうふうに思った瞬間でした。その翌日、私はスピーチコンテストの国際スピーチコンテストの第一次予選になりました。告知のたった24時間後です。そこで私は感情を思いっきりぶつけスピーチにぶつけて1位で通過。その1ヶ月後、3月、全摘手術の2日前に第二次予選1位通過、そして全摘手術を迎えました。でしばらくはやっぱりちょっと痛くて、なかなか身動きも取りづらかったんですけれども、もうとにかく健康アクティブポジティブなダンサーでもある私としては、体を動かさないでずっとじっとしてるということが許せなかったんですね。そこで術後3日目スクワット始めました。4日目、娘のリナの映画のデビューがあったので、ロングアイランドの撮影現場まで出かけてきました。そして1ヶ月後、4月第3次予選1位通過、5月ニューヨーク州のファイナリストになりました。そして6月再建手術の第1弾があって、12月に再建手術の第2弾があって、そしてたった先月ですけれども、3月再建の最後のタッチアップが終わって、ようやく治療系、手術系のことは全部終わりました。幸い放射線と
キモセラピーはやらなくて済んだんですけれども、この先トータルで5年間はホルモン剤を飲み続けることになります。でこの間ずっと私のスピーチコーチにも周りの方にも言われたのが、こんな状況でコンテストなんて出なくてもいいじゃないのと。でも私は確信したんですね。こんな状況だからこそ語りたい、伝えたい。スピーチを通して私にしか語れないストーリーを語ることで、それが心の支えになってたんです。私は今までも戦略コンサルタント、それから研修講師、スピーチコーチとして人前に立つ機会も多かったですし、実はコンテスト、スピーチコンテストもニューヨーク州のファイナリストになるのが今回で3回目でした。でも突然に乳がんが訪れたことによって、私にしか語れないストーリーが必ずある、それをできるだけ多くの人たち、世界の人たちに自分のメッセージとして伝えていきたい、そんな思いがすごく強くなってきました。そこで一連の手術治療をやっている合間にですね、準備をして、昨年全米プロスピーカー協会の登録のプロフェッショナルスピーカーとしてデビューをしました。これからはプロフェッショナルスピーカーとして私にしか語れないストーリーを語っていく。乳がんをきっかけとなって自分のライフミッションを確認した、というきっかけを与えていただきました。それはギフトじゃないかなと思ってます。その一環として全摘の前後の様子をいろいろと取りだめてドキュメンタリーにしたものがあります。それが15分ぐらいのものなんですけれども、今日は皆さんにその抜粋の3分ぐらいをちょっとご覧いただきたいなと思っています。もしフルバージョンをご覧いただきたい方は、半分ぐらいの紙にですね、アクセスする方法を書いてありますので、そちらをご覧いただくとフルバージョンがご覧いただけます。じゃあまずは3分バージョンどうぞ。Do not underestimate the
健康でアクティブでポジティブでも病に選ばれてしまうということもあるんですね。ですから病は気からというわけでもないんです。お病は突然に前触れもなくやってくることもあります。でもその時に大切なのがその後の気の持ち方だと思うんですね。どんなに理不尽で辛いことだったとしてもそれをギフトとして捉えて前を向いていけるか。起こってしまったことっていうのはもう取り戻せませんから後ろは向かない。でもそれは無理して強がるということではなくて、泣きたければ泣けばいい、助けが欲しければ助けを求めればいい、話がしたければ話をすればいい、弱い自分もダメな自分も全部丸ごとそのままでいいんだ、そのまま前を向いてればいいんだ、そういうふうに思って前進していくということだと思います。そうしていくといろんなプラスとマイナスが合わさってトータルとしてプラスになっていくんですね。ですから病は気からではなくって全身は気からだと思います。今日お越しの皆さんも、乳がんの経験者がいらっしゃるか分かりませんけれども、あるいはご家族や友人の方が乳がんの方、あるいは病気ではなくても何か大変な辛い経験をされている方いらっしゃるかもしれません。そんな時に思い出していただきたいのがギフトと捉えて前を向いていくということ。全身は気から、それを今日は皆さんへのギフトとしてお持ち帰りいただきたいと思っています。ありがとうございました。